えー、今日はですね、西の五代、東の渋沢と呼ばれたね、五代友厚を紹介させていただきたいと思います。五代友厚幕末の頃の名前はね、五代再介。 って言って薩摩のえ藩主の島津斉明がすごい才能豊かだって言ってその才を愛したことからお前は蔡介と名乗れってつけてくれたものなんですけれどもちょっとややこしいんで今回は五代友厚っていうことでちょっとね統一させていただきますその五代友厚なんですけれども近代日本の資本主義経済の基礎を作った人物として関東の渋沢栄一とまあ、並び称された人物でございます 天保6年1835年に生まれましてこの年ね土方歳三とか坂本龍馬とか松平堅守とかあるいは薩摩藩だと小松立脇とか天璋院とかね結構幕末のビッグネームと同い年なんですよねなんか当たり年って感じの <laughs> 年に生まれてるんですよね。<laughs> 一応ね薩摩藩士なんですけれども薩摩藩のの中ででも城の家柄ですあの薩摩藩っていうのは城内に住んでる城氏っていうのと城下の外に住んでいる豪氏っていうね西郷隆盛とか大久保利通なんかはこの豪氏なんですけれどもそういう身分的にはすごく上の人なんですけれども五代家もそんなに豊かではなかったんですね。っていうのもね薩摩藩ってもともとね全体的に貧乏なんですよ。 っていうのもあの薩摩藩って関ヶ原の戦いでほら徳川の敵についた藩なんで敵型なわけです。まあ、だから戸様なんですけれどもね。だから常に幕府に睨まれてていつ取り潰しされるかわからないんですよね。薩摩の人たちって薩摩ハヤっていうぐらいだから戦いに強いし自分たちもそういう自負のある人たちだからよしそうなったら戦ってやるっていうまあ、そういう心構えなんで戦闘員である武士を減らさなかったんですよね。 大体人口が90万ぐらいあったって言われてるんですけどそのうちの20万がもう武士とその家族っていうねだいたい普通の藩だと武士階級って領民の4%とか5%ぐらいなんですよね。それに比べたら普通の一般的な藩の5倍近くの武士を百姓たちは養わなきゃいけなかったわけなんですよね。だだから慢性的に赤字だったんですよね。 おまけに25代藩主の島津重秀成明の曽祖,祖父っていう人がいるんですけどこの人がね西洋好きでものすごい浪費家だったんですよね。ですんごい借金作っちゃうんですよ。 なんか500万両とか言われるんですけれども今の日本もね1,100兆円だか1,200兆円だからすごい借金あるって言われてますけどそこまでではごいにしても借りてたのは主に大阪の豪商とかなんですけどこれをやっぱり何とかしなきゃいけないというのでその借金問題を解決したのが図書広里っていうまあ官僚薩摩藩の官僚なんですよね。ただね、やり方がえぐい お金借りてた商人を集めましてね、証、ま、文、あ、持ってこいって言って、書き換えるって言って、持ってこさせて、証、ま、文、あ、をね、書き換えるんですけど、250年ローンっって書き換えちゃったんですよつまり250年で返しますって、もうほとんど詐欺みたいなもんですよ。借金チャラにしたのと同じようなもんなんですよ。 途中にイメージになって、五代友厚ってあの大阪に造幣局とか紡績工事を作って衰退した大阪を建て直そうってした人なんですけどもその時にも薩摩藩士だったっていうことで大阪の商人に、まあ「薩摩様にはえらい目に遭わされましたよ」ってなーってすんごい信用されなかったらしいんですよね。仕方ない。 琉球、今の沖縄はね当時は、まあ、薩摩藩の藩属国みたいなもんだったんでそこで砂糖を作らせてその砂糖を、まあ、新国との密貿易で儲けるっていうねことをやり始めておかげで、まあ、財政は黒字になるんですけれどもそのためにね琉球はものすごい過酷な取り立てをされて俗に黒糖地獄とかね呼ばれる惨、ま、状、あ、が生まれたりもするんですけれどもそういうね犠牲の上に薩摩藩の財政は黒字になるんですよね。でその頃ちょうど 島津成明が藩主になるんですね。ところがその頃の日本ってほら外国船が近海にどんどん現れて摩、まあ、もやっぱ国防に力を入れなきゃいけないっていう状況だったので成明は修正いうのを作るんですよ。これはあの西洋式の造船所だったり製鉄所だったり紡績工場だったりなんかをこう集めたものなんですけれどもこういうのってでもね初期投資にものすごいお金が必要でしょ。 でその上すぐに資金回収できるようなもんじゃないので経済のことを思ってとにか国防のことを思って投資してるんだけど、まあ、回収はされないから領民も藩士もずっと貧乏なままっていう。 そういう状態だったんですねそんな中でその19歳の五代友達は氷型書き役助けというお役目につきますこれはね今の役所と税務署を合わせたような職場なんですけれどもそこでね領民の惨状を目の当たりにするんですよねうちの班こんなに貧乏なんだ領民こんなに苦しんでるんだっていうのを知ることになるんですけれどもそこで 森なんかはね重農主義に行くんですけども五代友厚はね重商主義に行くんですよつまり農業じゃなくて商業を重視するっていう考え方。これはあの島津成明もそうなんですけれども蒸気船とかをどんどん作って外国とどんどん貿易してその利益で国を豊かにするんだっていう考え方ですよね。 ただこの考え方って当時としては相当珍しくて、当時の武士って基本的に今商人を下げ進んでるんですよ。特に薩摩藩士はその傾向が強くて、まあ、ほとんどは金儲けなんていやしいもののすることだっていうような考え方だったんですよね。そんな中で五代友厚っていうのは町の小さな商人のする商いと国と国とがするそういう大きな貿易商いは違うんだと。 十分無事たるものが生涯をかけて行うに足る事業だっていうような意見だったんですよね。当時としてはあのかなり変わっているというか、まあ、自由な発想の持ち主だったわけなんです。これにはね。なんか小さい頃にお父さんがねもらってきた世界地図をね。子供の頃から見て、世界に憧れを持ってたからだとか、藩主の成彬の影響が大きかったとかも言われているんですけれども、当時としては珍しい解明派っていうのはね、えー、言えると思います。 それで安政3年1856年に幕府が作った長崎の海軍練習所っていうのに派遣されるんですね。これってね、あの幕府が作ったもんなんですけど、幕臣だけじゃなくて諸藩の藩士も入れたんで、あの2期生に2人先に派遣されてたんですよね。でも結局さ、航海術勉強せないかんし、造船術勉強せないかんし、測量も勉強せないかんしってこう船ですごく勉強することがたくさんあるので、 勉強大変だから2人ではとても覚えきらんとちょっとたくさん読んでみんなで分担してそれぞれ覚えてあとで一つにまとめたらどうだろうというまあ至極最もの意見をこの2人が言い出しましてそれで追加で派遣された学生に選ばれるんですね。 その当時の海軍練習所には1期生の勝海舟も居残ってましたし、まあ、後に幕府の海軍を担うことになる2期生の榎本武明なんかもいましたしあとあの医学練習って言ってやっぱり長崎でねポンペなんかにね医術を学ぶって言うんで来てた松本良純医師の松本良純なんかもいましてそういう人たちとまあ知り合いになってるんですよね。勉強していたんですけれども安政五年1858年に成明が亡くなってしまいます。 成明が亡くなるといろいろな新しいことにお金かけて開発しようっていうのが一気にしぼんでしまって修正官なんかも規模を縮小されて五代友厚も薩摩に呼び戻されてしまいます。 でも、ね、当時やっぱり上位運動がどんどん高まってる中で外国船と戦うにはやっぱり蒸気船は必要ださすがの上層部も分かっていたんですよねただ作るとなるとお金かかるんでもう作るより買った方が安いっていうことになって五代友厚なんかがお船奉行の服役っていう形として蒸気船の買い付けのためにまた長崎に派遣されるんですね。 この時菩提友厚はあの坂本龍馬なんかとも取引していた武器商人のグラバーっていうあの今の長崎にグラバー邸っていう観光名所あるじゃないですかあの屋敷のまあ持ち主の援助を得てこっそり上海へ船の買い付けに行くんですね。まあ、もちろんそういうのって幕府が禁止してますからもちろん密航密貿易なんですけれどもね。うん、無事に船をを買う契約を取り交わしてて帰ってくると 今度はなんかね幕府が幕府そのものが上海に貿易のテストケースっていう形で千載丸を派遣するっていう情報を手に入れるんですよね。しかも幕臣以外でも随行員で乗ってもいいよっていうねそういう話だったんで五、うん、代トマスも乗りたい でねでもほら募集の時に上海にいたもんだから出遅れちゃって行ったらもう定員がいっぱいですって言われちゃうんですよ。それでもスイフでもいいからもう乗り込むって言って曲げとかみなりも変えてね普通武士がねそこまでやりませんよ。でもやっぱり行きたいって思いなんでもう格好も全部変えてスイフになってそして、うん、あの上海に行くんですよね、えー、まあこれ見てもね。 五代友厚ってやっぱ発想が自由だし、うん、それほど武士っていう身分にこだわってなかったのかなっていうのはまあ分かると思うんですよね。うん でまあ、あのこの船には長州の高杉晋作なんかも随行員としてね乗り込んでいてここで五代は高杉とも知り合うっていうことになるんですよねところが日本に帰ってきて、まあ、長崎で旅客船の買い付けとかやっていたところ江戸に行っていた島津久光が生麦事件っていうのを起こしてイギリス人を殺しちゃったっていう、まあ、一報が入ってくるわけですよでしかも賠償金も払わずに帰ってきたんでイギリスがなんかむちゃくちゃ怒ってると。 でそういうのを聞いたもんだから五代友厚は長崎にいるもんですからそういう情報はすぐ入ってくるんですよね。でおまけに上海に行って新国人がまあイギリスとかのそういう西洋諸国に虐げられてるっていうのをもうその目で見てるわけですよだから外国と戦ったら勝てないしもし戦ったら負けて植民地にされて新国人ね中国人みたいにひどい目に遭うかもっていうものすごく心配するわけなんですよね。 だからイギリスが生麦事件のせいで薩摩を攻撃しにやってくるっていう噂を聞くとおそらく途中でじゃあ長崎に寄るだろうから自分が買い付けた船を勝手にグラバーに打ってその金でもう勝手に賠償金払っちゃおうって考えるんですよ。そしたら帰ってくれるから戦争にならないだろうっていうね。 もちろんね、その後で勝手に売っちゃってるし、そんな勝手にやってるから、もう切腹は覚悟の上で、そういうふうにしようと思ってたんですが、イギリス戦は長崎に寄らずに直接鹿児島に行っちゃうんですよ。なので、慌てて5台も鹿児島に向かうんですね。鹿児島 に到着したイギリス船っていうのは最初は薩摩と交渉しようとするんですが全然拉致が開かないわけですよもうなんか剣もホロロでね相手にしてくれないんですよでもそこでイギリス船もちょっとゴをニヤして鹿児島湾に停泊していたその3隻のあの薩摩の蒸気船をダウンするんですよ言ってみたら差し押さえ借金の肩みたいな感じで捕まえちゃうわけですよねたまたまその船に乗ってた5台友モも一緒にまあ、イギリス船に捕まってしまうってう形になるんですよね、うん そうするともう目の前で船をね拿されてもんだから薩摩川が怒ってまた砲撃を開始するんですよね。それで撮影戦争っていうね文久3年1863年の撮影戦争っていうのが始まってしまうんですよね。 この時ね、たまたまイギリス戦の攻撃っていうのが少し遅れるんですよね。で、これって実はイギリス戦はこの少し前に幕府がその払った生麦事件の賠償金の11万両っていうのを、占領箱ですよね。それをね、こう積み上げてまして、船に。占領箱のせいで武器庫の扉が開かないっていうので、武器の補充をするのに占領箱をどけないといけない。でも11万両だから時間かかるっていうね、嘘みたいな本当の話があって、ちょっと遅れるんだけども、まあ攻撃をね、海からどんどん開始して、 おかげで薩摩の市街地っていうのはもうかなりのね被害を受けて、まあ、10分の1ぐらいがもう焼けてしまったって言われてるんですけどもね薩摩の側も被害があったんだけれどもイギリスの方でも薩摩の砲弾を船に受けて結構ね死傷者が出ちゃったんですよ。大体63人ぐらいの死傷者が出たって言われてて死んだ人間の数だけって言うと薩摩よりイギリスの方が多かったんですよね。 火災の被害とかで、そういう被害額とかいうのにすると、薩摩の方がすごい被害を被ったんだけども、でもまあイギリスの方も自分たちも結構やられてますから、上陸攻撃は諦めて、そのまま横浜に帰っちゃうんですよね。 なのでイギリスの船に捕まってた五代友厚もそのまま横浜に連れて行かれちゃうって形になるで、ねえー、横浜でその幕府に引き渡されそうになるんですけれどもそのまま幕府に引き渡されたらイギリスに勝手に戦争を吹っかけた薩摩藩士っていうことで罪になるしおまけにね薩摩に帰ろうにも帰れないんですよ。っていうのも薩摩藩って捕虜になってお目を目に来てるなんて武士として恥ずべき行為だと。 切腹せね、せめて切腹するのが武士だろうっていうような考えの国なもんですから、捕虜になって生きながらえたなんて言って戻ったら、もう絶対殺されるわけですよ。なので、その時ね、ちょうどイギリス船に通訳として乗っていた清水宇之助っていう商人がいるんですけど、その人がね、うん、それは気の毒だって言うんで、救いの手を差し伸べてくれたんですね。この人の故郷が埼玉の羽生だったので、その人の実家に五代と、まあ、一緒に捕まってた、あの、松木公安って言って、ね。 まあ、後の寺島宗則っていう人と2人ででまっってもらうことになったんですよねで、まあ、その後もその人のつてで熊谷とか江戸にいた松本領事のところとか転々としてかくまってもらう潜伏生活っていうのを続けて最終的に長崎に潜伏してる時に辰馬とイギリスの和議がねなったんでようやく許されて国に戻るんですよねところがね。 五代友厚はもう許されるとね早速白書を出すすんですよで <laughs> この憲白書の内容っていうのがねもう今の日本の、ね、実力じゃ全然西洋に負けてますと。 とっとと西洋に留学学生をを送って最新の知識を学ばせるべきですで一緒についていった自分もついていきますんでどんどんその新しい船だとか武器だとは買ってきますでそのお金は中国新国と貿易して儲けますからっていうそういう憲法書を送るんですよね。ちょっと前だったらなんとんでもないとか言われたんだろうけれどもほら撮影戦争で負けてるから摩の人たちもそれはなん最もだって納得して。 イギリスへ15人の薩摩藩士が留学するってことになるんですよね。もちろん、これも幕府には内緒の密留学なんですよね。この留学生の中にはね、後に明治政府で高官になる森有リなんかがいたりするんですけれども、これが慶応元年1865年のことです。五代友松も一緒に潜伏してたね、一緒に潜伏してた松木コアンなんかと一緒に随行員としてイギリスに行きまして、留学生は勉強のためにイギリスに残して、自分たちはフランス行ったり、ベルギー行ったり、ヨーロッパを視察して、 でいろんな武器の買い付けだったりそういうことをし始めるんですよねベルギーでそのモンブランっていうねちょっとね怪しげな人物と知り合うんですけど <laughs> まあ一番白尺なんですけど <laughs> 日本との貿易に一儲けしようみたいなことを考えてた人なんですよねでその人がパリに万国博覧会っていうのが今度行われますとなので薩摩も出品したらどうですかって勧められるんですよ これはね、実は幕府もイギリスとかそのフランスとかから言われてたんだけれども幕府は最初は断ってたんですよね。うん、ところが薩摩が出典するっていうことになったんでいや 日本の代表が薩摩だと思われちゃ困るって言うんで慌てて自分たちも出展することにしたんだけれども出展のブースっていうのが薩摩藩それから江戸幕府であとまあ佐賀藩なんかもあったんだけど3つなんか同等で展示されたんで日本には江戸幕府と薩摩っていうそれぞれ別の国があるのねってなんか世界に広まる結果に逆になっちゃって幕府の面目丸つぶれになるっていうまあそういう事件があるんですけれどもこの薩摩の万国博覧会出展のきっかけ 作ったのが、まあ、五代友だったりすするんですよね五代自身はねパリ万博には行ってないんですけれども幕府側の代表として徳川慶喜の名代で弟の秋武っていうのが行っていてその随行員で渋沢栄一も行ってるんですよね。で、うん、パリ万博の出店って何を出店するんですか あのね鎧とか薩摩焼っていうまあ、焼き物とか、まあ、日本人魚とか刀剣とかねまあ、本当はさ日本のもっといいところを知ってほしいって五代友達は思ったんだけど当時のヨーロッパで人気があるのはそういうまあジャポニズム的なねオリエンタルなものの方が人気があるからってそのモンブランさんの上限を受けてじゃあっていうのでそういうのを出展したらしいです、えー、一旦、えー、五代と達は日本に帰って留学生を置いて日本に帰ってきてちょうどその頃っていうのは日本では薩長による倒幕運動がどん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 進んで いる頃なんですよね。5代友厚自体は戦いには参加しないでまあ、長崎にいて蒸気船とか武器なんかの買い付けに尽力をしていたんですよね。幕府が倒れて明治になると、今度は外国事務係とか大阪府のねまあ。 なん、かになるんですけれども、ちょうどこのね。明治元年頃って土佐藩士がね。フランス人を殺傷した堺で殺傷した。堺事件とかイギリス公使のパークスが天皇に会いに行く途中で襲撃される事件とかがこう。相次いでその処理に追われることになるんですよね。もう本当に何してくれちゃってるんだ？って感じの事件を。まあまあって一生懸命ね。外国をなだめる役っていうのをさせられていて、その後はね。大阪に紡石工場を作ったり。 時点の出版に尽力したりといったまあ経済とか文化方面の事業にまあ尽力するってことになるんですけれどもさらに経済を安定させるためにはやっぱ貨幣を安定させなきゃいけない当時やっぱり日本って国バラバラなんでいろいろ反札があったりね、も、ま、う、あ、小判でも西は銀だし銀本位だし東は金本位だしとか言って統一されてなかったんですよねだからそれをまあ統一して統一貨幣も作るべきだしその金質もね均一にしなきゃならないっていうんで大阪に造幣局を作るんですけれどもそのためにはやっぱり 安定的に金とか銀とかいった鉱物が必要っていうので今度は鉱山開発に乗り出して後には鉱山王っっててまでで、ね、呼ばれるよようになっていくんですよねちょ,ちょっとそうなる前の少し前の明治元年の頃って、まあ、新政府もお金がないもんですから大阪のの商人に、ね、資金の教室を依頼すするんですよで、うん、その時五代が交渉に行くんですけども、まあ、さっきも言いましたけど「ほら薩摩様は信用できなへん」とかって <laughs> 言われちゃうわけですよ。 実はこの時薩摩藩の大久保利通って京都から大阪への遷都っていうのを考えてて五代はね大阪に遷都すれば大阪も賑わうからって遷都するからって説得したのに結局この話流れちゃって結果的にまた大阪の商人をだまし合ことになっちゃったんですよね。<laughs> <laughs> それで悪いと思ったのか東京に銭湯が行われちゃって東京の方にね行っちゃったりあよねあの明治4年にね廃藩事件っていうのが行われるわけですよ大名家がなくなっちゃうと大阪の豪商の人たちって大名にお金を貸せた人が多いわけですよねその大名がなくなるんだから結局借金もチャラになっちゃってもう大打撃を受けるわけですよねお金返してもらえなくてでおまけにかつては大阪ってあの全国から米が。 集まって暗屋敷があってその米のねそういうのでも栄えてたのがまあ、それも来なくなっちゃったっていうので、うん、大阪バタバタね大きな商人だったのにそれが潰れてしまうみたいな感じで本当に寂れていくんですよね、うん、その時にまあ五代は中央政界への誘いを断って民間人となってまあ、大阪復興に勤め始めるんですよねやっぱりちょっとこう恩返ししなきゃ申し訳ないっていうことで始めるわけなんですで国産の愛を作るあの藍染インディコの、ね、工場 を作ったりとかそれからあの米ね米もまあもう一回大阪にっていうんで米の紹介所っていうのを作ったりとかあとあの大阪商法会議所っていうのを作ったりするんですよね実はこの頃大阪の商人はもうすごく急忙してて詐欺まがいの、ね、アコギな商売をするような商人も増えてたんですよでももともと大阪の商人っていうのは商業道徳も高くて信用っていうのをすごく大事にしてたはずだとなので古代は商法会議所っていうのを作って かつての大阪の商人のその持ってた信用っていうのを取り戻そうそして商業道徳っていうのをまた守っていこうっていうのをしたわけなんですよねその後もまあ運輸業に手を出したり株式取引所を作ったりするんですけれどもいろんなことにね尽力するんだけれども基本的に自分が儲けるっていうよりは大阪商人全体が豊かになるには何をすればいいのかとか。 国全体が豊かになるにはどうすればいいのかみたいな若い時に考えていたその貿易によって国を飛ばすっていうことを実践した生涯だったと言えると思うんですよね。なのでね、薩摩様は信用できまへんとか言ってた大阪商人たちも五代がね、東京の政界に呼ばれて横浜に移動になるとかってね、言った時には署名運動してね、行かないでください五代半がおらへんようになったら大阪は立ち行きまへんとか言って単眼所まで出して止めてるぐらいなんですよ。もうそれくらいやっぱり 大阪にはなくてはならない人になってたわけなんですよね。ただね酒と女は好きだったみたみいなんですよね <laughs> そのせいかどうかねこう糖尿病になりまして明治18年になんと49歳の若さで亡くなってしまうんですよね。でもね亡くなったのは東京だったんですよこう病気になって病院に行っててね、うん、ところが葬儀は大阪で行われまして。 4,300人もの人が参列してそのなんか列がね1.4キロぐらいになったって言われているぐらい大阪の人は五代の死をもうたんで五代さんありがとうっていう感じで死後もいたんで今でも大阪のね商工会議所の前にはね五代友達の銅像がね 立ってるんですよね、うん、もう私も実は大阪に住んでた頃は知らなくて <laughs> でそれで五代友松のそれを調べてからあ,あそんなん立ってるんやとか思って見に行ったことがあるぐらいなんですけどんか案外今の大阪ではねちょっとね五代友松薩摩藩士だったってこともあって知られてないかもしれないんですけど<何>本当に大阪があの明治時代にこう落ち込んだ時に助けるために尽力してくれた偉大な人物だったんですね。えー、ということで、まあ、今日はね東の渋沢栄一っていうのが結構有名なんですけど西の五代 友達と言われた人の5代友達の障害を簡単に説明させていただきました <laughs> チャンネル登録いいねよろしくお願いしますツイッターもやってますのでフォローよろしくお願いします